はい、えー、どうも皆さん、おはようございます。今日は1月の5日の朝5時58分に収録しています。え今日もですね、ナスダック100の相場分析と値動きの予想をしていきたいと思います。今まさにですね、現物の引け、えー、1分前ですね。で、今、あのチャートを見てたんですが、まあ、今日はですね、非常にこう、乱高下がね、激しかったかなと。で、まあ、一言で言うとですね、えっと、どこから始まったのかな。 あのベアトラップですねベアトラップが、ね、こう下に行くぞと思わせて上に上がりで、えー、こちらは何でしたっけ私、ね、あんまり意識してないんですけど、えー、ISM 製造業景況指数ってやつですねここで思いっきり下げてで、まあ、下げ止まりでそして、えーまあ、上昇したと。はい でその後ですね今度は FOMC の議事用紙議事録ですねこれが発表されて落ちてでまた上がりっていう感じであ今ちょうど6時になって引けましたね終わり値がえー、っとちょっとつけときましょうかこの終わり値ってすごく重要ですよねここですね1万あ,あちょっと見にくいな見にくいね900をこいつが動いてるから見え,見えない 九ちょっと待ってくださいね。NDX。914ですね。ああ。まあ、あの、買い方の方はですね、まあ、この1913なり14、これは翌、翌日翌日に、まあ、担保されやすいかなっていうことですね。はい。まあ、翌日のその、寄り付きにかけて、ここに戻ってきやすいんで、まあ、この、ここのゾーンっていうのは、 ま,あまた戻ってくるだろうと。下に行ったとしてもね、また戻ってくる。まあ、高いところで引けたということで、まあ、それは良かったのかなっていうふうに思います。はい。まあ、一応、私もね、あの、短期、あの、上目線なんで、まあ、ですので、まあ、一応ね、まあ、この後の上昇というのを期待しています。はい。まあ、上がってほしいなっていうふうに思ってます。まあ、どうせだったら高いところでね、戻り売りをかけたいなって、もう一段上のステージ。 はい、思っちょっと冒頭で言うべきだったんですけど昨日、ね、結局あの爆上げって私言っていて結局、ね、あの予想外してしまいました。はい、まあ、うん、なんというかそうです、ね、時間外で上げてでこ,の、えっと上げね、この上げる上昇の目処めどについてもこの辺までこら辺まで上がるっていうふうに言って。 っってて言結局この辺まで上がらなかったっていうのをまず1点でまあ大きく下げてから上昇するとだこことここはあまあ,あのイメージ通りかなって思ったんですけどその後ですよねその後このように、まあ、結局ねまあベアトラップのような まあ1日だったかなって一言で言うとねブルートラップじゃなくて下行くよっていう感じで結局これ今5分足で見てるけどえー、っと1時間足で見るとねすごくわかりやすいまあ皆さん多分ねもうすでに意識されてると思うんですけどえー、っとおととい爆誕した <laughs> あの三尊がですねおとといここで下げることによってまあようやくこう形がね浮き彫りになった三尊がありましてでこれは かなりなり綺麗形をした存ですよねでこういうね麗れな分かりやすい三存って私すごく疑ってかかってるっていうのとあといつも私が言っているその,下落するためのエネルギーですねどこまでこれは下げるのっていうところで、まあ、ちょっと見ていくと昨日もねこれ言うべきだったんですけどねこれをね、まあ、この高い高値と安値を倍するとですね ちょうどね年初来安値の1436なんですよ。でん、僕はね、これスケール的に小さいかなって思ってます。はい、ここを割り込んで、年初来安値をブレイク、まあ、タッチはするかもしれないけど、ブレイクするには至らないかなって、私はそのようにこの3ゾーンを評価してるんですね。で、先日ちょっと申し上げたこの逆3ゾーンですね。まあ、これについても同様で、まあ、やはり このように引くとえっ、ー、と1.56倍のところにこの年初来安値のところがあってギリギリ届くけどでもブレイクまではしないよねっていう、はい、なのでここの階層でうねうねやっていても結局、まあ、下を割ることはできても年初来安値までは到達しないと、ね、年初来安値を明確にブレイクしたいんだったらもう一段上のステージに行かなくちゃいけないということで まあ私的にはですね、今これ、引けがね、ここら辺の高値で引けてくれたんで、なので、横々としてですね、で、こんな感じで、ここの紫色のこの垂直線が、明日の11時なんで,で、その前にですね、明日というか、今日ですけどね、5日の、んと、10時15分、ね、これの1個前のところ、10時15分に、ADP 雇用統計っていうのが、 はい、ありますねでそこが、まあ、そこそこ重視されてるのかなっていうところではいまあだから時間外で横横となりここのねちょっといびつな逆算損みたいなものを結構意識してたのかなっていうようなテクニカルのその何ですか、まあ、レジサポの聞き方だったんですけど結局ねまあ本当汚いチャートになっちゃったんでね、はい、ですのでまああんまりここはちょっと信用できないんですけど。 これでもし横横とした場合そうですねよこよくするのかここの黄色いラインを越えないところでやっぱりこうやって推移するのかでその10時15分のその雇用統計 ADP 雇用統計を受けてで上昇するとねこのように上昇するという感じで見ておけばいいのかな あんまりねちょっとリアルな予想は今はできないかなって、まあ、なぜなら昨日私が、まあ、予想を外してるから結局爆上げって言って、まあ、私的にはね、まあ、爆上げはしなかったんだけど、えー、暴落もしなかったじゃないですか、ね、ヒゲで結局ね、まあ、上昇してですので、まあ、と爆上げは明日に持ち越しみたいな、はいまあ、今,日今日に持ち越しですね、はい ということで期待しておこうと思います。でまあ、とにかくですね、私がそのこのネックラインを割らないだろうって思ってるのはさっき言ったこいつの持つ、うん、こいつの持つパワーですね、が不足してるって、うん、私は、ね、個人的にあの評価してます。で、結局ね、今夜その ISM でしたっけ えっと、何でしたっけあ、違そう,そう,そう、ISM 製造業景況指数、そして FOMC 議事録。まあ、この2つがあったにもかかわらず、2つのイベントをもってしても、ここを割れなかったし、タッチすらできなかったと、はい、いうことなんですよね。ですので、まあ、明日のね、その ADP 雇用統計で、ズドンってくるのかと言ったときに、まあ、うん、ちょっとやっぱり、 う上上,上かなってやっぱりはいいう感じで思っていますはいただね、まあ、今日爆上げじゃなかったんでまあそこがね非常にこうまどろっこしいというかねじれったいというかはいまあそういう、まあ、ボラティリティはねこのようにヒゲがね上髭下髭これまあシンメトリーだとしてねまあこっちと全然この穏やかさが違いますよねこっちは髭少ないこっちヒゲすっごい多いですよね うん、ただねまあ対局としてロードろうそくの実態をこうやって推移を見ていくと非常にこうパターン的にはね非常にこう似ているという感じですねはいまあ荒れた相場だったんだなってことがこの1時間足見ても分かります、はい、とにかくですねまあこのネックラインにタッチする下落のまあ勢いはなかったということで仮にまあこのように時間外でタッチとか ADP でタッチしたとしても 果たしてね、まあ、ここ本当に実態で抜けるのかどうかっていうのもありますし三尊、はい、っていうのは、ね、完全に黄砂、まあ、ネックライン、まあ、3つ目の山がタッチした後でも否定されるからね。はい、ですので、まあ、恐怖の古い落としじゃないけど、まあ、とにかくベア,ベアトラップ的にね念には念を入れてっていうことで、まあ、ADP 雇用統計か何かを受けてまあ ザラ場の直前のね10時15分にズドンって下げたとしてズドンと下げたとしてもでそこからニューヨーク開けてから否定されて上昇するっていうこともありうるんで、はい、ですのでまあ早まらずにですね私的にはですね私的にはまあもう一段上をやっぱりあの期待しているんで、はい、ですのでまあ ほんとねちょっと言い方悪いけどしょぼい三存なんでねあのき綺麗な形してるけどねただなんかすごく嘘臭くさいなっていう感じがしててはい <laughs>、はい、まあ私の思い込みがねもう100%なんでまあね昨日の2つのイベントで割らなかったんでねもういつ割ってもおかしくないような綺麗な出来方をしてたからここでズドンってねいつもだったらほら CPI とかでねこういう形作ってズドンってこう割っていくんだけどそういう感じではなさそうだから。 はいまあ明日その ADP 雇用統計でよっぽど悪い指数が出ればですね下に行くのかもしれないけどただね、やっぱりじゃあ年初来安値割るのかって言ったらまあちょっとそうは、うん、思いにくいだったら下行かないんだったらどうするのって言ったらもう上に行くしかないのかなっていう、まあ、消去法でそのように考えていますですので、えー、爆上げって私が言ったのは、まあ、今日はね叶いませんでしたけどまあ今日。 1>, 1月5日のえ今日の晩に、まあ、持ち越しかなって今日まあ結局ね初めね終わりねベースでそんなにまあ中間はいろいろ動いたけど、まあ、あの変わらなかったんでローソク足的にもねえー、っとあ,あそうですね要線のまあ駒みたいになってるということでで上根は、まあ、一目均衡表の転換線で上根を抑えられてるような、えー、状況ですねだからここを上抜く、はい、ことが必要になってくると。 はい、でもう一段上のここの逆三存のネックラインを上抜けてもう一段上っていうのはここです。はい、11,280とか、まあ、もっといけば11,300付近ですね、はい。この辺りまで上昇してこの雲の上限加減に抑えられて落ちていくと、はい、いう感じの、えー、上がり方をしてくれればですねこっち。 左右対称という観,あの観点ではこちらの方が山が大きいですよねでここら辺まで上がってまあ要は小反発ですね、うん、年始小反発して結局落ちてったとただねここで落ちていくというのはあまりにもこの山の差が大きすぎませんで私はね思うんだよねここの山に対して、まあ、これが結局三存であるとでこれがあまりにも右肩としてはねちっちゃいよねって うん、パワーあんのってこれでね本当に下あの下落していくパワーあんのって考えた時にやっぱりもう一段ここ,ここら辺まで最低この辺まで,、はい、でここら辺を期待する11,500とかを期待するのはあの取り逃してしまうかなって思うんでやっぱり、まあ、多少の含み損とかを覚悟しつつも、まあ、ここでえショートポジション 入れたら、まあ、そこでもううホールドとといいい方針でいきたいかなと思いますもちろんですね、あの、高値でね、高みの見物されてる方は、もう全然余裕でね、年末年始過ごされたと思うんですけど、私はそういうふうじゃなかったんで、まあ、ここ最近ですね、ちょこちょことね、私、あの、ほら、あの、トレード的なことやって、トレードっていうか、あの、スキャルピング的なね、うん、まあ、短期の売買をしてるじゃないですか。で、まあ、なんとかちょこちょこ、 まあ、あの利益を積み重ねている今期間なんですよ、まあ、それもこれもですねあの高値で取れなかったんで高みの見物ができないからまあそういうことをやってるっていう感じなんですね。で私もね、まあ、あの年始また始まってくると仕事の方とかいろいろとこう立て込んできたりとかするんでなるべくね、まあ、高値戻り高値のところでしっかりポジション取って、まあ、あとはね皆さんと一緒にショートポジションをね、はいまあ、落ちていけば高みの見物なわけだからね。 ここでポジション取って、で、落ちていけば、ジグザグジグザグとトレンドが発生するでしょそしたら、まあ、高みの見物ですよ。なんとかね、まあ、そこに行くまで、まあ、皆さんもね、お忙しいと思うし、私も仕事とかね、いろいろこう、進めていかなくちゃいけないこととかあるから、まあ、皆さんと一緒にですね、なんとか、まあ、もう一踏ん張り、はい、まあ、上昇を願いつつ、あの、下落を願う方もね、大勢いらっしゃると思うんだけど、あの、それはそれで別にいいと思うし、はい、で、底打ち上昇をね、 あの願う方もいらっしゃると思うんだけどまあただねまあ私的にはね予想的にはもう一段上かなっていうふうに思っているんで、はいうん、まあこのように上げていくイメージまあちょっとシンプルでねあのちょっと申し訳ないですけどちょっとねあんまりリアルにねイメージが湧かないですねなんせ綺麗な形の三存なんだけどやっぱり規模が小さくてでそして、えー、っと結局ね下に行くこと要は3回目のネックラインタッチすらできないよねって いう状態ですねそこ、はい、は非常に硬いしで上根も重い、うん、なのでまあレンジ気味なんでどっかでブレイクしてじゃあ上行くの下行くのって言ったらもう上に行くしかないんじゃないかなって諦めて明日下ダメなんだってねここね割っていこうと思ったけど下ダメなんだじゃあどうするっていやもう下ダメだったらずっとレンジ行ってわけにもいかないから上に行くしかないでしょって言ってこう上に上がっていくと。 はいまあ、私の願望100%ですが、はいまあ、そのように考えております、はい。ちょっとテクニカル的にね、あのほら、明確な逆算損とかそういうものでもないし、ここ抜けたら上みたいなさ、まあ、そういうトリガー的なものがちょっとあんまりないし、まあ、強いて言えばね、そのイベント、経済イベントで ADP 雇用統計、まあ、この数字を受けて、でまあ、このチャートパターン的なものは、まあ後からついてくるっていう感じですかね。 だからまあ10時半今日の10時半にどう動くのかとで一旦下ってズドンってもうねここ最近の相場見てるとねこの下げトラップっていうかねベアトラップみたいなものがすっごいしつこいからだからね下にドンってこう来ると思うんですよね来そうな気がするんですよただここタッチしたからといってじゃあ下かって言ったらね全然この3つの山がタッチしてもそれでも否定っていうのはあるんではい。 そうですね。うん。全然ありうる、はい。ですので、まあ、いろんなパターンをね、えー、想定しつつですね、まあ、あの、変なところでね、こう、ローバ売りするとね、まあ、その損失というか、目減りみたいなものが発生するんで、まあ、基本的にはね、まあ、ロングで期待される方は、まあ、ガチホだし、ショートの方はですね、ショートの方は、あ昨日だからね、このベアトラップで、あ下がるぞ、下がるぞって、三尊がね、まあ、今からね、 まあ下にどんどん落ちていくぞってロット追加とかね。まあベア ETF とかってやられた方もいると思うんですよね。だけど結局ね、まあ裏切りの上昇みたいなものを2回食らってっていうさ、まあ人によってはね、散々な一、まあ、日だったんじゃないかなっていう気もしています。はい。まあただですね、まあ買い方の方にとっては今、えっと、推移している価格っていうのが1900超えなので、まあ このね時間外でうにょうにょこう動いてもですね結局窓埋めの観点からこの1900台に回帰しやすいよってことはい回帰しやすい一旦下に行ったとしてもまたここに回帰しやすいよっていうねまあその程度のこう安心感はあるのかなっていうはい感じですねはいですのでま,あまずはねちょっとその,あの冒頭で申し上げられなかったんですけどそのまあ爆上げっていうのはまあ えっと、今夜に関してはねなかったということで期待された方は大変申し訳ございません。はい、ですがまあちょっとね時間的なねいつそれが起こるのかこう例えばその要は上に行って下に行って上に行くんだよっていうね、まあ、僕そういう予想だったんですけど、まあ、確かにね上に行って下に行ってでまあ今上に行こうと思ってちょっと下が,下がったりとかねジグザグやってるんだけどまあ結果的にね、まあ、明日上に上がれば上下上ってことになりますよね。 はい。ですので、まあ、あの、そのようなイメージ、まあ、その、えー、まあ、私のね、そのイメージの方向性自体は変わっていませんので、まあ、引き続きですね、まあ、明日の相場、待ちたいと思います。はい。えー、そんなわけでですね、まあ、今日はね、ちょっと明確な、あの、価格予想とか値、ね、動きのね、はい。あんまりね、確信はないんですけど、まあ、でも、上を信じてということで、えー、以上となります。ありがとうございました。